はい、皆様こんばんは。こんばんは。今日から新しいシリーズということでですね、はい、告知をしておりましたが、連続ものの講座というかですね、はい、セミナーを、いよいよスタートさせていただければというふうに思っております。前回ちょっとですねご案内させていただきましたが、ここにもありますけれども、縄文時代と日本人の危機管理という、はい、続きものでですね、NPO 法人エンチャイルドの代表理事、はい、いらっしゃる戸立さんと一緒に、シリーズものをちょっと作ってですね、はい、行きたいという RMCA チャンネルのこうチャレンジというかですね、チャレンジですね、いう形でチャレンジですね、ちょっと楽しく、はい、日本の歴史と、はい、日本人の危機管理のルーツみたいなものをですね、一緒にさせていただければということで、ちょっと楽しくやりたいですね、はい、はい、ということでやっていきたいと思っております。よろしくお願いします。じゃあまず、テーマにありますですね、はい、縄文時代と日本人の危機管理という大きなテーマで進めていくんですけれども、はい、ここに見えますか ね、 すねありますけども、シリーズものでいくんですが、第1回目ということで、はい、これ縄文時代とはどんな時代だったのかということで、4つの誤解を解くということでやっていくんですが、はい、まずはちょっとですね、はい、戸立さんの方から、はい、じゃあの最初にですね、ちょっと相馬さんにお伺いしたいんですけど、はいはい、まあ、縄文時代という言葉はね、はい、ほとんど日本人どなたでもご存知だと思うんですが、そうですね、縄文時代といえばどんなイメージを持っておられましたか。まあ、過去、ちょっと過去形というか、はい、ですけど、まあ、歴史なので、はい、小学校の時とか、中学校の時とかですね、歴史の勉強で、まあ、なんと原始時代というかですね、僕なんかは初め人間ギャートルズの時代の、ね、なんていうかですね、原始の時代のこう狩猟をしてとか、はい、いうような感じのイメージっていうんですかね、そうですね、そういうイメージを持っていましたけどね。そうですね、はい、おそらくもう我々世代もそうですけど、はい、今の割合こうそんなに関心のない方にとっては縄文時代っていうと、うん、とにかく大昔 で、 昔で、まあ、まさに初めに人間とか、はいはい、あれはですね、世代ですけどねすごいインパクトを与えたと思うんですけど、はい、人間がこうマンモスをね、はい、追っかけて、うん、マンモスを倒してマンモスの肉を食うという、はい、まあ、これ史実としてどうなのかというとこうなわけですけども、はいはい、まあ、はい、まあ、あのイメージって結構強いですね。イメージですよね。イメージありますね。今日のテーマ、はい、今回のテーマはですね、はい、4つの誤解を解くということなんで、はい、まあ、それを一つ一つちょっと4つのですね、誤解を挙げて解いていきたいと思うんですけど、はい、まあ、まず縄文時代の基本的な縄文時代っていうものの認識っていうのは、うん、実は縄文というネーミングがつく前にも当然まあ別の名前の付け方も石器時代ということでですね、うん、なるほどね、まあ、理解されてたわけですけども、はい、まあ、有名なですね、アメリカの学者モースさんがですね、大森貝塚っていうのを発見したと、はい、まあ、その中でやっぱり土器ですよね、はい、まあ、縄文といえば土器っていうぐらいですけど、はい、まあ、土器を発見したと、うん、思わずびっくりしてドキッとしたと、なるほど、こんなことも言っても大丈夫ですね、はい、でその、まあ、その文様がですね、はい、その縄目っていうか、はい、それで、この英語ではコードマークトポタリーというそのまんまですけども、縄目のコードのマーク、はいはいはい、土器でやったところから、まあ、縄文という、でそれが、まあ、春先の時代を縄文時代というふうに呼んできたところからですね、その名前が定着してきた。アメリカの学者さんが、はい、発見されたんですね。そうですね、はい、あ、なるほど、はい、で、まあ、長くその縄文というのは、まあ、縄文土器に代表されるもので、はい、まあ、いろいろといろんなところで遺跡見つかってきたんですが、はい、実はですね、ここに申しましたけども、この三内丸山遺跡という、ね、はい、これは青森県ですね、はい、青森市なんですけども、これがですね、この遺跡が、うん、本格的に発掘されるようになって、はい、縄文に対するイメージがですね、うん、大きく変わったと。あ、これちょっと、はい、持っておきましょうかね、はいはい、このタイトルにある絵もよく見えますかね、ビデオで、はい、もうこれも三内丸山遺跡の、ね、絵を使わせていただいていますけど、はい、まあ、三内丸山遺跡、まあ、すごく今有名ですからご存知の方多いと思うんですけれども、はい、実はですね、この遺跡自体は実は江戸時代ぐらいから知られてはいたそうですね。なるほど、はい、やっぱりこういろいろ人々がね、はい、何か掘ってたらこう土器が出てきたり土偶が出てきたり、しかしまあ当然大きなこう研究の対象になるとか、うん、大掛かりに発掘はしてこなかったんですが、はい、92年の時にですね、
いろいろ知られていたんだけれども、県営野球場を建設すると、野球場ですね、はい、開発をね、その場でしたいということ、まあ、大体こういう遺跡って、そうですよね、はい、何か建物を建てるときに、ガチンとですね、はい、何か当たって発見されて、これはとなるんですよね、うん、でやはりこれも同じように、この1992年、事前調査の段階で、はいろいろ見つかりまして、うん、これ、大規模な集落があると、はい、その跡がここにあるということになりましてですね。はい、で特に1994年にはこれは有名なこの裏になりますけど、はい、これ直径がこの1メートルもあるような栗の柱が6本ですね、はい、検出されたと、はいはい、まあ、今こういうものだったんじゃないかということでですね、復元されてるわけですね、これなってますけども、はい、実際私今年の8月15日ここを訪ねたんですけど、はい、確かにでかいんですよ、はい、ちょっとですね、まあ、人間はこれぐらいですね、ここに立ったら人の大きさはですね、これぐらいですから、うんうん、結構な高さですね、はい、ですから上まで登って見渡したらかなりの範囲が見渡せるというような代物です、うん、まあ、ね、いずれにしてもこういうものが見つかってこれはただごとじゃないのとないぞ、はい、ということになって、はい、まあ、本格的にですね、まあ、ここのこの遺跡跡をですね発掘するというのが始まりましたので、はい、当然野球場の話は、まあ、なくなりまして、ね、ここに野球場を作るというのはなくなりました、はい、中止した、うん、それで遺跡の、まあ、保存を決定したということであります、はい、ただ実際これがどんどん進んでいくたびにですね、はい、いろんな発見がされていきますし、うんうん、まあ、特に特筆すべきことは日本のそういったですね、はい、研究家こういった考古学の方々のみならず、はい、海外のですね、はい、欧米の学者さんたちもかなりこの三内丸山の遺跡に対しては、まあ、関心を持った注目した、あるいは評価をしたということにおいてですね、はい、大きく日本の歴史の見方を変えていくようなものでありました。でちょっと前工場長くなってるんですけど、はい、三内丸山遺跡っていうのはですね、いつ頃の遺跡かというと、うん、縄文前期中期と言われてますね、はい、ですから今から5500年前から 4000年前ですね、はい、ですから1500年ぐらいここにですね、うん、この続いた歴史を持つ遺跡であるというふうに言われてます、はい、で、うん、最盛期には500人を超すような人々が生活していたっていうのですね、いろいろ調べる人が調べると分かるようでございまして、はいはい、あります、まあ、ですからここからもう膨大な数のですね、うん、土器ですとか土偶ですとかさまざまなものが、まあ、発掘されましたね、はい、その作業がね、こうやってね、それで従来のイメージを大きく覆すような、まあ、他の遺跡からももちろんですね、はい、初め人間ギャートルズまんまだったよっていうわけではなかったんですけれども、はい、まあ、やはりこの三内丸山語らずして、まあ、縄文語れずっていうぐらい大きなインパクトを与えたというのが、まあ、三内丸山でしたので、うん、ちょっと今回第1回目はですね、はい、まあ、この辺のネタを取り上げつつ誤解を解いてみようというようなところでございます、はい、縄文時代の一番の発見というかですね、この三内丸山遺跡の発掘が進んだことによって縄文時代というのがこう、はい、研究がかなり進んできたという、ね、まさに92年からですか、近年の話ですよね、そうです、はい、ありがとうございます。じゃあこれがぜひですね、これからのシリーズでどう、日本人の危機管理とつながっていくのかということを、はい、強引につなげていかないとうちのチャンネルでやってる意味もないのでつなげていきながらですね、ちょっと楽しく、はいはい、縄文時代を紐解いていければというふうに思っていますので、じゃあ次回またよろしくお願いいたします。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。